ということでね、久しぶりのちょっと時間がねありますね。久しぶりの、お参りをね、いや、こういいお寺だな。いや、ここはいい寺だぞ、これは。はあ、いいですね。いいですね。はい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 。あ、ちょっと持ってくるの忘れちゃったけど、まあいいか。ちょっとね、すいません。財布を忘れてしてまいりました。すいません、失礼します。ちょっとね。はい、ということで。ウズーバズの天下り桑田小杉着与田ケチンボーザイツルッパゲの宇田川栄養すべての者に天罰を与えたまえ。はい、ということでね、無事お参りは終わりましたんで、ちょっともう少し前見てみようかな。おお、これはこいつは縁起がいい。危ない、こいつは縁起がいい。この寺の裏ってね、私見るの好きなんですよ。ああ、なるほどね。お、結構ね、いや、これはすごいぞ、これね。意外とね、この彫り物、これ結構凝ってるな。いやいやいや、これはいい、これはいいですね。あ、こういうのも好きなんだな、こういう木から木が生えちゃってるね。いやいやいや、いいですね。これは何なんですかね。こっちは何なんだろう。忠霊碑、あ、忠霊碑だから、これ多分あれかな、ね、多分これは、あ、やっぱそうですね、戦争で亡くなった方の慰霊碑ですね。お、猿の腰掛けが、お、ほらね、こう陸軍、海軍、陸軍、こういいのか、こういうの映しちゃってちょっと、まあいいだろう、ね、皆さんのね、何ですか、皆様のそういう軍人の方々のね、尊い犠牲の上に我々はこの平和なね、バカみたいな生活を送らせていただいてるんですからね、それは感謝しま、おー、除夜の鐘とかやるんですかね、やっぱりここはね。そろそろ大丈夫かな。記念碑、寄付者、おお、なんか、ということで、さすがに動物はいないですね、もう。ということで、いいですね。開放寺からお送りしました。